投類は野球における攻撃側の走者の進塁方法の一つである。走者が、安打だ、刺殺、失策、封殺、野手選択、保一、冒頭、ボーによらないで一個の類を進んだ時に投類が記録される。英語名は、ストールンベースで略記は SB が使われる。日本でも、スチールとも呼ばれる。投類の能力は、 主に成功率で判断できる。野球の統計に精通したビル・ジェームズは、成功率が低い場合に、盗塁はチームにとって有害だと主張している。最も一般的なものは、投手の投球時に走者が自類に向けてスタートする。投球を取った保守は、視察を狙って、自類をカバーした野手に送球する。走者が視察されずに自類に達することができれば、 盗塁が記録される。視察されてしまった場合には盗塁差しが記録される。アウトの数、得点数、走者の能力、野手の送球力などの試合状況がベースランニングも含めてすべての進類を観光すべきか否かの重要な決め手となるのである。盗塁は概ね保守ではなくて、投手の隙を狙って行うものである。不必要なほど大きく足を蹴ったり、 左肩を一塁の肩に向けすぎたり、これから投げようとする方向に少し体をかがめたりする、癖のあるといった、盗塁阻止に関して、根本的な欠点を持つ投手が存在する。また、一塁走者に背中を向けがちな右投手と違い、左投手は、本類投球と一塁送球の最初の動作が非常に、似通っており、 走者は騙されやすいため、基本的に右投手よりも左投手相手の方が、盗塁を成功させるのが難しい。二人以上の走者が、同時に盗塁を試みることはできるが、うち一人でも走者が、アウトになった場合、他の走者には盗塁ではなく野手選択による進塁が、記録される。打者奏者が一塁に出塁後、奏者としてそのまま、二投、三投。 本当と3つの盗塁を行い得点を上げることを、サイクルスチール、パーフェクトスチール、ベーススチールスイーピングなどという。日本のプロ野球では17人が記録し、2020年11月5日には東京ヤクルトスワローズの村上宗隆が41年ぶりに達成した。MLB では2019年までに45人の達成者がいる。なお、 高校野球地方大会では、個人1イニング4盗塁の記録も存在する。攻撃側が盗塁を試みても、守備側がそれを封じようとする動作を見せない場合に、守備側の無関心として盗塁を記録せず、代わりに野手選択を記録することが定められている。また、大量点差がついた試合での盗塁は、タブー視されることがある。過去には、NPB は、 この規定を適用せず、守備側が無関心であった場合の進塁についても、盗塁を記録していた。2008年1月10日に行われた、プロアマ合同規則委員会において2008年シーズンより、この野球規則10.07に、厳重をつけて、無関心とみなす詳細な条件を加え、同規則を厳格に適用することを決定して、 このような新類を盗類として記録しないことになり、1月28日に野球規則の改正が正式に発表された。この改正が実際に適用された初めてのケースは、同年4月2日に行われた東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ戦である。9回表、ロッテが4点リードされている場面で一類走者の 竹原直隆が二塁へのスタートを切ったが、楽天の保守、島本博は、送球をせず、竹原の進塁は盗塁ではなく野手選択と、記録された。無関心とみなす詳細な条件では状況を、全体的に考慮すると定められている。盗塁を認める例として、走者1.3塁で二塁進塁があった場合や、守備側が、走者に、 最多盗塁のタイトルを取らせたくないといったものだと判断された場合が挙げられている。この規定により完全に相手の今日ついて、守備側が新類に気づかなかった場合でも、状況次第で盗塁が記録される。二類から一類への盗塁や三類から二類への盗塁といった逆走盗塁は禁止されている。アメリカで1920年に禁止が明文化されたが、それ以前は認められていた。 メジャーリーグでは1902年のハリー・デイビス、1908年のフレッド・テニー、1911年のジャーマニー・シェーファーらが逆走盗塁の記録を残している。2019年7月10日付のワシントン・ポスト電子版によると大リーグ機構が2019年2月に業務提携契約を結んだ米独立アトランティックリーグで打者奏者の 一塁投塁を可能にした。一投は、従来の振り逃げルールとほぼ同じで保守が効率した、場合に一塁に走ることができるが、振り逃げが、ツーストライクから行うのに対し、一投ルールは、どのカウントでも走ることができる。13日に、米メリーランド州で行われたサザンガメリーランド、ブルークラブス対ランカスターバーンストーマーズの一戦で、 打者のトニー・トーマスは一途に成功した初めての選手となった。投類のスタートを切るリッキー・ヘンダーソン最も基本的な投類の方法は、投手が投球動作に入る前に、牽制球に対し安全に気類できる程度の距離だけ、離類し、投球動作を始めた瞬間に次の類へ走り始めることである。対して投手は、走者の離類を牽制するため、 投球動作に入る前であれば、類に牽制球を投げることができる。投球しなければならない、モーションの段階で、牽制球を投げた場合はボークと判定され、走者に安全に進塁権が与えられる。このほか守備側の牽制や、送球のスキンをついてスタートすることを、ディレードスチールという。これは、打球処理が終わった後に投手が、投球準備に入るまでも含まれる。 二類への盗塁を二等、三類への盗塁を三等、本類への盗塁を本等という。また、二人の奏者が同時に盗塁することを、おもと、満類の三奏者が同時に盗塁することを、三え等という。重等、三え等の場合は、すべての奏者が安全に進塁した場合に限り、全員に盗塁が記録される。二類への盗塁が最も仕掛けられやすいのは、 走者1.3類の場合である。保守は2類に無理な送球を行って、逸れたりすると3類走者が本類に行ってしまうため、2類送球を行わず、投類を許すことも多く、極めて投類成功率が高い。また、投類で1類走者が2類へ進むことにより、自打者での併殺のリスクの軽減、2点得点の可能性増大など、攻撃側のメリットも大きい。 また比較的仕掛けるケースの多いのは、西一類の場合である。これは、無視や一視なら送りバントという別の手段の方が、用いられやすいこともあるが、通常西一類から打撃のみで得点を狙う場合は、単打二本か長打一本が必要であり、それよりは、投類雑誌の危険があっても、投類と単打の実現可能性の方が高いということが理由として挙げられる。 三塁への投類が最も仕掛けられやすいのは、一死二類の場合で、特に右打者の打席の場合である。三投は、捕手から三類までの送球の距離が短いため、二投よりも寄とされづらいが、一方で牽制を受ける二類種、遊撃種は二類から離れることが多く、投手は二類牽制時に体を大きくひねらなければ、ならないため走者はリードを大きく取りやすい。また、 左投手の場合には、二類走者がスタートした際、四角になるため、走者はリードを大きく取りやすい。二類に走者がいる場合、投類せずとも、アンダ一本で得点できる、可能性も高いので、リスクを考慮して、無視や日誌ではあまり用いられない。それに対して、一誌の場合は一誌三類となれば、スクイーズプレイや犠牲フライ。 あるいは内野ゴロで1点を取ることができるようになるため、走者が3塁に進むメリットが大きい。本塁への盗塁が最も仕掛けられやすいのは、2子3塁の場合である。本当はどうしても1点が欲しいが、打者に期待ができないような場合の作戦であり、バッテリーが一定以上の警戒を払っていれば、確実に失敗する作戦である。そのため、 無視や一視の場合はより成功率の高いスクイーズプレイが通常を用いられる。ただし、スクイズが空振りによって失敗したにもかかわらず三塁走者が生還した場合は結果的に本当が記録されることになる。本当のスタートのタイミングは2種類ある。一つは二刀、三刀と同様のタイミングでスタートするものである。特に二死三塁の場合など、 盗塁の危険がほとんどないため、投手がセットポジションではなく、ワインドアップポジションで投げようとする場合、大きなモーションの隙をついた本島が観光されることがある。また、右の強打者を確実に敬遠するために保守が立ち上がって、ホームベースから一塁側に大きく離れた位置で補給する隙を利用して、本島を観光するケースもある。もう一つは、 保守から投手への返球の隙に走り出すものであり、これはディレードスチールの一種と言える。なお、記録上最も多いタイプの本当は、走者1.3類の状況からの重刀としてのもので、ある。この多くは、もともと重もを起としたものではなく、一類走者の単独投類に対しての送球の間に隙を見て三類走者が走ったケースである。 記録上重刀とするか失策とするかは微妙なケースも多い。また、走者1.3類の状況では本当を絡めることにより、投手のボークを誘うフォースボークというトリックプレーが用いられる場合がある。これは二人の走者が連携して動くことでボークを誘発し、安全進塁権を与えられた三類奏者が生還するというものである。具体的には、 一類走者は大きくリードを取ることで、投手に牽制球を投げさせ、三類走者は、投手が、牽制動作に入ったところで本類へスタートを切る。これにより、慌てた投手がプレートを外さずに一類への牽制を、止めて本類へ送球してしまうことで、ボークとなることを狙う。三塁走者に背を向ける形になる、左ピッチャーが、マウンドにいる時に用いられる場合が多いが、 右投手の場合でも一類走者がわざと十二類間に飛び出して守備側の関心を引きその隙に三類走者が本類を陥れる形で実行される場合がある走者の同類を成功させるために打者が保守の送球を邪魔することを目的としわざと大きな空振りやバントの構えをすることがあるこれをバッターアシストというが審判員が 明白な恋による行為であると判断すれば、守備妨害となる。特に、空振りではなく、結果的にバットを引いて、ボールを見送った格好になった状態で、本類上に覆いかぶさるなどの行為は、明白な恋でなくても、守備妨害と認定されやすい。日本プロ野球における、 三重島の初記録は1936年10月24日の大阪タイガース大大東京軍戦で大東京が記録したことになっているが満塁の場面でカウントが2ストライク3ボールとなったところで打者が至球と勘違いして1塁に歩いた際に塁上の走者も釣られて新塁3塁走者がホームインした後にカウント間違いに気づき打者は 打ち直しとなったが、インプレー中の出来事で走者を戻すことができず、進塁と得点が認められ、公式記録員がやむなくこの進塁を、見えとうと記録したためである。またこの試合は両軍合わせての日本プロ野球記録の18、盗塁を記録したが、この中には、カウント間違いで生じた3盗塁も含まれている。塁上でリードを取る一郎三塁にスライディングする。 対価、部盗塁を成功させるために必要な技術は、短距離走の速さだけではない。江藤正造は、盗塁を成功させるには、スタート、スピード、スライディングの3つの S が大切で、中でもスタートが最も重要と述べている。NPB において、数々の盗塁記録を持つ福本豊はこの3つの S について、スタートは徹底した投手の癖の研究、スピードは、 天性の瞬速と若い時のランニングフォーム矯正によって研磨され、スライディングはスピードを殺さず、足への負担を軽くするために、つま先から柔らかく、ベースに触れるスライディングを独自に編み出している。日本プロ野球で5度盗塁王となった赤星のりも盗塁において、最も重要なのは、アウトを恐れずにスタートを切る勇気であり、僕にとって盗塁の数は、 勇気の証と述べており、またメジャーリーグベースボールで6度盗塁王となった、モーリー・ウィリスも、失敗を恐れてはいけない。数千数万の大観衆、あるいはテレビ視聴者が見ている前で喜んで、盗塁死するくらいの図太とさ、ズうしさが必要なんだと述べ、精神面の重要性を強調している。また、配球を読む技術も大切で投球が、変化球や反則球ならそれほど、 走力のないランナーでも二刀なら、成功しやすい。また低めに落ちる変化球は、捕手が投球をこぼすケースも多く、ワンバウンドの際はさらにその確率が上がる。仮に捕球に成功しても、このようなケースでは体勢を崩しているケースがほとんど、即座に二塁へ強い送球を送ることが困難になる。投るを起とする走者は、投手による、牽制球の際に、 アウトにならないよう気類することを第一に十分なリードを取り、投手の癖を見極め、勢いのあるスタートを切る必要がある。MLB で最多投類のタイトルを4度獲得しているカール・クロフォードはスピードだけに頼らない投類の仕方を考えたんだ。自分はどこまで類から離れられるか突き詰めた結果、もう一歩だけ大きくリードを取ることができることが分かった。そして今まで以上に、 野手の動きと投手のモーションを洞察するようになった後、リードとスタートの重要性について語っている。場合によっては、投手による、牽制球がないタイミングを測り、投手が動いた瞬間に、スタートさせる場合もある。野村克也はこれを、ギャンブルスタートと名付けている。盗塁する際、投手を、どのように見ればよいかについては、全体を見ることを心がけることである。そうすることによって、 牽制球とホームへの投球で、ちょっとした誤差を感じることができる。短距離走では、全速力でゴールを駆け抜けるが、盗塁の場合は、本当の場合を除きベースを通り過ぎた状況で、食玉されれば、アウトとなってしまう。よって、ベース上で止まるスライディング技術が必要となる。このスライディングをするタイミングが早すぎると、 ベースに到達する前に無駄なブレーキがかかってしまい、遅すぎると、ベースで止まりきれずにオーバーランをする恐れがある。また、スライディングそのものが下手だと、タイミングに関係なく無駄なブレーキがかかってしまう。盗塁は成功すれば、先の類を得ることができるというメリットがあるが、失敗すれば、ランナーを失い、アウトカウントを増やしてしまうというデメリットがある。 そのためでメリットを上回るだけのメリットをもたらすためにはどの程度の成功率が必要であるかが議論されている野球統計学者の岡田智介は2011年に一つの盗塁は0.16程度の得点上昇をもたらし盗塁士はおおよそマイナス0.31得点を減らしていますと分析している5度の盗塁王を獲得した赤星のりは 盗塁と盗塁誌による損益を総合的に見て価値を把握する必要性を提唱し、これに基づいて盗塁から盗塁誌にで計算される赤星式盗塁という指標が考案されている。日本では1986年10月4日のヤクルト対対応戦においてヤクルトの渋井慶一が決めたのが最後である。メジャーリーグベースボールでは 1886年シーズンから盗塁数記録が取られるようになり、現在と同じ盗塁規則は1898年に制定された。ありがとうございます。